Thank you.
しブルーマウンテン、ちょっと高級、あちょっと高いね、この中だとね、高いな、あ美味しいね。じゃあ俺はこれ好きなの、キリマンジャ、それもすっきりしてるよね、そうそう、このね UCC ドリップポット、これいろんな味が楽しめるんですね、なんかこうね、一カプセルずつ楽しめるから味の違いも分かっていいよね、選ぶのが楽しい、ね、そうそう楽しい、うんうん、はい、飲めない、そうそう、それでここにね、あのメモリが書いてあってよ、はい、水の量いうことかね、これね、そうだな、5になってる、あ、4にする、うん、美味しいよね、そうドリップも自分でねするのももちろん美味しいんだけど、こういろんな味がね、あの新鮮さを損なわないまま飲めるから、やっぱりこう粉とか開けちゃうと結構な量があるから、そうそう、ずっと同じ味とかになっちゃうから、手軽、ボタン一つで、そう、音も静かに、夜でもお話ししてる、ね、あ、そうね、何より美味しい、はい、終わりました、入れる、はい、入れる、あ、はい、娘も食べた？食べたよ。いや、あの1種類ずつ。今朝はちょっと昨日晩ね、あの家事貯金というか、もうこれ作ったので朝は楽でした、はい、で今朝の食器はオール雲石釜さん愛媛県砥部焼です。で私はですね、この太丸という柄なんですけど、太丸で全部揃えてみました。こんな風に全部同じ柄で揃えるか、あとこれは、はい、こちらも同じなんですけど、これが何て丸つなぎだったからあとこういうのもあって、これが四角四角ですね、それぞれ柄に名前があるんだよね、こんな感じで、あの同じ鎌本さんで柄を違っても、まあ統一感がありますよね、はい、ですもうこちらの鎌本さんも大好きで、もうこの間の道後温泉の時にもね寄らせてもらいましたが、はい、じゃあ今日はサンドイッチです、はい、で まだあるのって言われそうなんですけど、まあ、腐ってなかったのでもうだいぶ冷蔵庫にあるよね、もうまだあ
と1個。トマト1個ある。ちょっとシワシワになってたけど。食べ尽くさいけんね。そうだね。はい、食べたいと思います。今朝は、あれ、いなくなった？もう帰ったの。隣が私の実家なんですけれども、はい、歯の手術も終え、術後も良好で、あ、昨日、あ、そうそう、昨日はまたちょっと別のね、病院に連れて行って、あの、母、今週、月から金、病院とデイケアで毎日お出かけみたいな、お散歩ね、してるんですよね。はい。では食べよっか。はい。今日はちょっと贅沢なブルーマウンテンだよ。はい。いただきます。美味しいよね。美味しい。じゃあ。サンドイッチ、うん、サンドイッチツナサンドイッチでも全部ツナサンドイッチツナ、うん、うん、美味しいパンも、うん、なんか消費期限長かったからふわふわでしょ。どれくらい作ったのサンドイッチ。そう2斤買った。あ、食パン2斤 ?2 斤分全部使った。全部使った。今日お父さん仕事？うん、仕事。うん。今日休み。休み？うん。もうフリー？水曜日だから。だから今日朝ゆっくり猫ちゃんと遊んだりした。美味しいね。うん、美味しい。どれが好き今日。ツナ。あ、ツナもじゃ。ツナね、やっぱり一番多く作った。うん、ツナ美味しい。4つ作って、うん、だったかな。全部で何個できるんだ。10個できるのかな。うん、10個。うん、パンが2個いるじゃ。うん、で、2斤買って10枚切りで10個できるのか。うん。計算が、でもツナが4、うん、4、3、3だ多分、うん、こう思って、そうツナが4でハム3、イチゴ3、うん、そうだそうだ、うん、そうそう、おかわりいる？おかわりね、あのイチゴが欲しい、ね、あいいよ、ちょっと待ってこうか。まだね、カットしてないのもあるんだけど、はい、カット済みこちらです。ちょっとラップのマンゴー、もうちょっと食べるだろうなと、これもちょっと食べる？ツナ食べようかな。あ、ツナ食べる？今は9時過ぎです。今日はちょっと買い物に行ってきたいと思います。ホームセンターとあとドラッグストア、スーパーっていう感じですかね。では今日は暑くなる予報なので、さっきまで曇っていましたが晴れてきましたがね、暑そう、暑くなりそうです。ではちょっとでも涼しいうちに買い物してきたいと思います。これ便利なんですよね、サディオロック。
あ、おた。めっちゃん、てくるね。帰ってきました。今日はちょっといろいろ買ってきました。はい、何を買ったかというと、まずこれホームセンターで買いました。我が家はお庭があるので水やりをします。それで一部土の部分があるのでサンダルに土がつくんですね。なのでちょっと気になっていてちょっと買ってきました。はい、それと同じくホームセンターで買ったものといえば、これまな板。これね、あの裏返してすぐ使えるっていう感じで書いてあって、食洗機も OK だったんですね。それでなぜ大丈夫かというと、こういうあの突起がありまして、このここがあのつかないんですよね、下に。なので使えるということで、まあしっかりしてるし、はい、買いました。それと、はい、もう暑くなってくるとね、お買い物も大変なので重いものも今日ちょっと頑張って買いました。この白だしがね、奮闘菌があの美味しいんですよね。あと、はい、こんなキッチンタオルや、あとこれが、はい、我が家で使っています、これですね、木箱の松原ハーフティッシュケースのこのハーフティッシュですね、はい、ありました。で買いました。でこれももうずっと使うので行った時に買おうと思って、あと柔軟剤、はい、こちらですね。あと油、はい、これですね。あと、これはですね、ワークマンによりました。それで私、あのデニムのこのエプロン気に入って使っています。でこんな感じの、はい、お値段ですね。これを使いましたね。私、あの首に引っ掛けるタイプだと首がちょっとしんどいんですよね。なのでこの肩に掛けてたすき、はい、のタイプが私は好きなので買いました。以前購入した時はここが茶色だったんですが、はい、白で、はい、ちょっとあの洗い替えにと思ってとても、はい、気に入ってるので、はい、もう1枚買いました。それとこれは産直市場で買いましたね。地元のお野菜ですね。玉ねぎこれだけ入って480円でしたね。はい、この、はい、赤い玉ねぎと、あとキュウリとジャガイモとピーマン買いました。はい、どれも新鮮で、はい、美味しそうです。それと今日はね、ダイソーさんに行きましたね。すごいですね、こういうのも100円なんですね。あのお風呂に入れるあのヒノキ湯玉を乾燥させてちょっと置いとくようにと思ってカゴを探していて、これを買いました。で、なんか使いやすそうだったので、またこうやって物が増えちゃうんですよね。反省と言いながら、まあちょっとね、あの欲しいなと思っていたので。それと、あの水筒は壊れませんが、水筒の袋って劣化しませんか？で、これね、あの、はい、あの娘が峠校用に、はい、持っていくんですけど、やっぱりね、100均なのでこの辺りがちょっと弱いんですよね。それ今、1つ使っていますが、ちょっと縫って使ったりしています。それであとこういうもので補強しながら使おうかなと思って、なかなかこういうタイプの黒色でっていうのが見つけられなくて、100均にあったので買いました。あと最近ちょっと
どなたかのインスタグラムで見て、うん、何何と思ってて、ファスナーテープ、小物になんかこれつけるんですよね、ペンとかに。で、なんていうんですかね、こう壁というかどこかにくっつけるとそれがくっつくみたいな感じで、ね、なんか便利ですよね。ちょっと買ってみました。それから我が家手ぬぐいをこの両面テープで木材と合体させて、こんな風にインテリアとして楽しんでいますが、私はこの15ミリ幅を買っていますかね。これずっといるので買いました。それからこれこの間使ってみてライトをつけたりしたんですね。はい、これ良かったです。しっかりつきまして。それとね、これ今持っていますが、逆さにしてもしっかり出るんですね。こうちょっとこう斜めにすると霧吹きって出にくいですよね。でもこれすごい出るのでそれとあとね、ここのあたりちょっとね買ってみました。あとこれは使いたいなと思うところがあったのと、あと娘がちょっとねコスメに興味があって少し持っているので、娘にもねこれかこれかね、どちらかあげてお部屋で整理してもらおうかなと思います。こんな感じで買いました。はい、何軒行ったのかな、疲れました。それであとはお肉を買ったり牛乳を買ったり、はい、しましたね。皆さんお買い物ってどうですか。まあちょっと探してるものが見つかったり、あこれと思うものがねあればねいいんですけど、まあ必要なものでもまあ結構エネルギーがいりますよね、買い物ね。嫌いではないですけどやっぱり結構しんどいですね。はい、で、あそうだそうだ、暑いので娘が食べる用のアイスクリームも買ったんですが、まあ、アイスクリームを買おうとすると一番最後かなっていう感じだし、はい、もう行ったついでに、まあ、しっかり保冷剤も持って行ったりしてたので、はい、まとめ買いというかね、はい、買って結構もう両腕ちぎれそうな感じで、はい、車に、はい、積み込んで、またそれを車から出して、であとまたこれをねしまわないといけないですよね。ということで結構買い物ってもう工程が多いですのでね、はい、まあ楽しいですが、まあ疲れる家事かなと思っています。でこれからね真夏になると日中アイスクリームとか買うのも大変ですよね。保冷剤持って行ってもなんか本当にもう車がもうとんでもない暑さになったりするので、まあちょっとね、夏が来る前にちょっと重たいものも買っときながらみたいなね、今買えるものはという感じです。昼ご飯は全部もう作り置きです。麻婆豆腐とかぼちゃの煮物と、はい、卵菜っぱ、これはね夫が作ってくれました。それと、はい、キムチとご飯です。はい、お腹が空きました。テーブルの上も片付けました。それでは、はい、いただきます。器紹介です。こちらお茶碗は愛媛県砥部焼梅山窯の、はい、市松模様ですね。でキムチの、はい、小皿は美濃焼和藤園さんのですね。はい、こちらの小鉢は美濃焼の凛花です
ね。これは島根県の湯町釜です。これはボタムのダブルウォールグラスです。この保存容器はイオンスタイルです。トレーは無印良品トレー台です。で外はすごい、はい、暑い感じですね。はい、田んぼに水が張られて、はい、ちょっとなんかこう、なんでしょうね、あの池、湖のそばのようなね、感じになるんですよね、この時期。はい、では、あ、お腹が空きました。今ちなみに、はい、2時半ですね。はい、これはお昼ご飯なのか、もう早めの夕食なのか。はい。